どうも、どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。いきなり生配信を開始しておるわけでございますけれど、皆さん、めちゃめちゃ寒くなりましたね。なんかね、寒波が来ているということなんですけど、その寒波、あ、ちょっとごめんなさい、今当たっちゃった。その寒波が来ている中、本日はお知らせがございます。皆さん、急にね、生中継してるから、なあ、まあ、ちょっとお昼休みの方いらっしゃるかな。ちょっとチューニングをしよう、ウクレレの。今日はお知らせをちょっとさせてもらおうと思っています。はい、いつもガズが使用しているこのガズのわがままウクレレでなんでございますけれどもですね、実はですね、次の、事前予約販売が開始になります。もう開始してます。本日の、今日はだから、何日だっけ、15日でしょ。12月15日の12時から、事前予約注文受付開始しておりますので、皆さん、もしこのガズのわがままウクレレ、気になるな、どうなったかな、お問い合わせも多数いただいております。今すぐガズレレホームページに行って、ちょっと詳細を確認していただければと思います。そして、ちょっと今日はね、さらに嬉しいお知らせがありましてね、ちょっと待ってね、いろいろここに置いてあるんです。じゃーん、これ、ガズレレプロデュースのチューナーが、とうとう発売になりました。ありがとうございます。これ、いいですよ、すごく。かわいいパッケージでしょう。これ、G チューナーです。はい。フォーウクレレって書いてありますけど、これ、いつもね、ガズがおすすめしてる、電源ボタン1個だけの、電源ボタン1個だけですよ。のクロマチックチューナーなんですよ。しかも今回は、すごいでっかいディスプレイなんで、最近の流行り、やっぱコンパクトでちっちゃくっていうチューナーなんですけど、あえてもう真逆の、めちゃくちゃでかいディスプレイで、皆さんにこう、めちゃくちゃ見やすくなってる、このチューナー発売になりました。はい。でね、この、チューナーなんですけど、チューナーだけでももちろん、販売開始になってます。そしてね、ちょっとね、まずじゃあ、チューナーの話から、やめた。ウクレレの話からやっていこう。ウクレレの話。一応、間違えちゃいけないんで、いつもの通り説明しますと、はい。大きさは、ソプラノウクレレ。はい。ガズレレがいつも大体これ使ってますね。たまにこのコンサートウクレレ、ちょっと大きいウクレレを使います。はい。ソプラノウクレレとコンサートウクレレの二つのバリエーションがあって、フレットのね、何フレットまだあるかっていうのをお選びいただけます。はい。こっちももちろんお選びいただけます。あとは、もう一個はピックアップ。ここにね、マイクが挿せる端子がついてる。これはね、ほら、ピックアップ、ここにね、マイク、ケーブルが挿せて、アンプにつなげるというピックアップがついてる、ついてないとかも選べるようになっております。そして、こういうね、ことを、この方式で皆さんにこう購入いただくときに、いろいろ、まあ、いろいろ選べるような仕組みになってるんですけど、やっぱり初心者の方は全然私、どうやって買ったらいいか分かんないよという声もね、多数いただいておりますので、今日概要欄に、どうやったらこのガズのわがままウクレレ選ぶと楽しいかっていう動画をね、概要欄に貼っときますんで、ちょっとね、それを見ていただければと思います。はい。そして、今回、セミオーダーウクレレの受付も承っております。セミオーダーウクレレっていうのはこのカラーバリエーションも選べたりするんで、すごいですよ。ちょっとこれ光っちゃって、すごいピカピカです。ものすごい色がね、いろんな色があって、こういうカラーオーダーもできるということなんですけど、今回ですね、先ほど紹介したこの G チューナー、ガズレレのチューナーリリース記念ということで、セミオーダーの方にはチューナープレゼントという太っ腹企画をやっております。そしてね、今回 G チューナーが販売されるということで、チューナー付きのガズのわがままウクレレ、セットというのが販売されてるんですけど、ちょっとね、言いますよ。ちょっと、ね、僕も読まないと、間違えて言っちゃうといけないんでね。ガズのわがままウクレレは、あ、そうだ、これも言いたい。納期がですね、大体すごくこう今までお待たせしていてるんですけど、あ、そう、今もね、ご予約いただいてお待ちしてくださってる方も、本当に、お待ちくださってありがとうございます。今もうベトナムで日々生み出しております。そうなんですけど、だんだんその納期も短くなってきているんですよね。なんで、一応予定としては、年が明けた4月中旬から4月中には、お届けできるということで、ちょっとずつ短くなっているんですよ。それはもう本当に工場とか、いろんなところのね、こういろんなこう調整で、それどれだけ短くできるかっていうところもあります。それが、セミオーダーとわがままウクレレを、予約注文が今日のお昼から開始されたということですね。あと、G チューナー、こちらなんですけど、はい、単品でお買い物めいただいた
きますと、1280円になっております。1280円っていうのは、まあ、あれなんですけど、まあ、でもこの G マークがついて、まあ、僕がやっぱりこの可愛い、この一個だけのボタンとか逆に、あのね、これなかなかね、あの、自分で作るっていうのもね、あの、やっぱドメスティックで作るっていう、そこのね、価値ですんで、ぜひ、あの、気になる方、これ、クロマスティックチューニングだけの、電源だけのやつです。でね、今日ね、僕、午前中に、このチューナーの解説、取り扱い解説を今撮って編集しているので、今日の午後にはこのチューナーの詳細、また詳しく上がると思うんですけど、それもご確認いただければと思います。そして、ガズ、わがままウクレレを購入してくださった方、チューナーを一緒に買ってもらえるとですね、ガズクラブ1ヶ月お試しクーポンなんていう面白い企画があります。ガズクラブっていうのはいつもこのガズレレでお伝えしてますけど、毎月クラブ活動費600円で、ガズが今まで取りためてきたノート楽譜から毎月5曲、お好きな曲をダウンロードしていただけることの他に、月に2回行われている、オンラインライブ配信イベントだとか、いろんなもうね、もう本当に大人の楽しいクラブ活動なんですけど、そこに、まあ、体験クラブ員になれるということなんですけど、こういうのもありますんでね、ぜひホームページご確認ください。この今生なんで終わったらこの辺にまたリンクを貼りますけれども、概要欄にももちろんそこを貼っておきます。そしてこれ今回この G ラボ、というね、このウクレレ作ってるチームの中のことなんですけど、ホームページのトップページに一個ね、ここ見てもらえれば一番わかりやすいなというところあるんですよ。これ、ちょっと見えるかな？ガズレレホームページのトップページなんですけど、ここくるくると言ってもらうと、ここ見てください、ここ。ちょっとこれ映りが悪いかな？ここね。ここ。これこれ。ウクレレ&チューナーツールズ。ウクレレ&ツールズで、これが新しく追加されました。ここを押してもらうと、大体のこと、出てます。どんな商品があるか。はい。こんなことになって、こう、いろいろ、こう、ここにこう、チューナーがあったりなんかしますんで。はい。これ、新しく、バナーが追加されてますんで、ホームページ、公式ホームページを、ぜひご覧いただければと思います。はい。まあ、僕としてはこのね、ガズのママウクレレもなんですけど、この G マーク1個の、このシンプルな、このね、チューナー、文字盤でかいですよ。本当に。これ結構テンション上がっておりますけどね。はい、ありがとうございます。はい。アストラップピン付きでオーダーすれば使えるんですか？ストラップピン付きでオーダーすれば、ストラップピンはもう、どのウクレレ買っても2つ付いてますからね。ただこっちが、ピックアップ付きかどうかのストラップピンになるということですので。はい。そんなことです。もし、ガズのわがままウクレレ興味ある方、今すぐガズレレ公式ホームページに行って、ちょっと見てきてください。どんな風に探したらいいかわかんないよという方は、後でこの辺にどっかリンク貼るし、概要欄にも貼っておきます。あと、こっち、今ちょっと映ってないか。これ。こっちの、ガズの初めてウクレレ。こっちのウクレレも、もうちょっと待って。もうちょっと待ってください。今ほんとギリギリの調整ですけど、もう近々、またこの募集、また再販売のお知らせできると思います、ね。今日は、わがままウクレレとチューナーの、発売になりましたということで、急遽ですけども、発信しております。ということでございます。ありがとうございます。はい。コメント皆さんありがとうございます。先週からガズ先生、あ、いいですね。はるくん、ママさんどうもありがとうございます。はい。チューナーを挟むんですよ。このチューナーっていうのは皆さん使い方、もしわかんない方いたら今日の午後アップロードしますからね。こうやって、ここにこうやって挟んで、電源をこう入れて、はい、入れて、こうやって、って書いてあるでしょ。いいとか、こうやって合わせるんですよ。これがまたね、チューニングもね、なかなか奥が深い。もう、チューニング、このチューナー一つで、ウクレレ諦めちゃう方が多い。このぐらいチューナーって大事なんで、今日これからアップロードする動画、ぜひともしっかり見て。やっぱりね、ウクレレのチューニングも大事ですけど、ハートのチューニングも忘れないようにしないといけませんので、やっぱりね、ハートのチューニング、心のチューニング整えるのにもね、ウクレレ最高ですから、皆さん。もちろんね、ウクレレガズレレでやってくださってる人は、もうそれはよくわかってると思いますけどね、もう寒くってもね、ウクレレでこう、体温めて、で、もう、クリスマスだよ、もうちょっとで、クリスマス大特集も、ガズレレでは展開してますので、ぜひ皆さんクリスマスもウクレレで楽しんでまいりましょうということです。はい、ありがとうございます。そんなわけでですね、まあ、ちょっと皆さんお昼休みでしょうから、ちょっと、もしね、お昼休憩の時に見てくださってる方も貴重な時間をどうもありがとうございます。まあ、もちろんこれアーカイブに残しますんで、ぜひまた後でゆっくり見てもらえればっていうか、ただのお知らせ動画なんですけど、はい、今日話したこと、
これからちょっと概要欄にまた書き入れていきますんで、また後ほど確認いただければと思います。はい、整理します。今日の、お昼に、12月15日のお昼に、ガズのわがまま遅れ、ソプラノサイズ、コンサートサイズの、事前予約注文が再開されましたということと、この嬉しい嬉しい、ジーチューナー、これがね、発売になりましたということで、はい。で、あともうちょっとすると、弦が、発売予定でございます。これ、ガズのわがまま遅れに貼っているフロロガーカーボン弦でございましてですね。そのアナウンスもね、早くしたいなということですけど、はい。そんなことで、まあ、これから、年末年始にかけてもガズレレオでも、ね、もう、本当いろんなことやってますからね。あとそうだ、これも言わなければいけない。ガズクラブっていうふうに、いつもさっきもお伝えしたガズクラブに入っていただくと、今ね、アプリができました。すごくないですか？アプリですよ。アプリの中でいろんな楽譜の管理ができたりとか、なかなか面白いことになってますんで、よろしくお願いします。そして、つい先日始まったこのガズレレ大学もですね、結構ストイックなことやってるんですよ、ほんと。毎日5分、こう、なんていうの、自分のリズムの芯をこう鍛える、そんな宿題を出したりとかして。もし、ガズレレ大学の方はちょっとこうお勉強タイプですね。で、ガズクラブっていうのはもう楽しくみんなでもうセッションして、もうワイワイ楽譜もこうダウンロードしてもらって、月の2回大合唱やろうみたいなところで、まあそういう住み分けになってますね。興味ある方も本当にね、よろしくお願いします。はい。そんなことでね、ホームページ、ぜひご覧になってくださいね。ガズレレのホームページもだからさっきも言ってたんですけど、すごくもう山盛りすぎちゃって、ちょっと分かりづらくなってきたんじゃねえかって話もあるんで、ちょっと今ね、なんかもうちょっと見やすくいろいろできるようにしようかなっていうふうにはなってるんですけど、はい。あ、で、ここにも書いてありますけど、私毎日ね、ブログも書いてますんで、いいこと言ってますよ。はい。ぜひ自己時間ある方は覗いてみてください。ありがとうございます。はい。急の、生配信で、もう12時53分だ。ほら、お昼休みの方ね、これから、なんかね、午後のお仕事にね、これから行くぞってやんなきゃいけないんだ。まあ、お弁当食っちゃうとね、眠たいでしょうからね。はい。今日はそういうわけで、ちょっとお知らせ、短めの動画になりますけれども、よろしくお願いいたします。はい。ガズレレ、急に、いつもの急にやる生ライブ配信でございました。それでは皆さん、高くしていこうぜ。さよなら、バイバイ。今日の生中継、これで終わります。さよなら。